あの方がいきなり道路に飛び出してきたんですよ。間違いありませんか？ストッキングが破れて泥だらけでした。裸足だったってこと？これって口封じ？単なる交通事故ではないかもしれません。なんで雨宮が？雨宮。あ、ネウストリア広告大使館。大使館？大使館はダメだぞ。無理っぽいよな。おい、いりません。違法な捜査を直ちにやめなさい。たかが交通事故でこの国の外交を邪魔するな。たかが？大使館の敷地は捜査権の及ばない場所だぞ。ヤクザのやり方です。まだ続けるんですか捜査？スリッパフィニー。スレッタ、なぜ死ななきゃいけなかったのか。俺たち検察が諦めるわけいかねえだろ。ダメだぞ。絶対ダメだからな。クリューさんのこと好きだったんですか？今の俺のパートナーお前なんだからさ。大使館の近くであった死亡事故について調べてたんです。C'est une violation diplomatique。お前の処分についてはな、法務省に正式に求める。今私の部下たちは事故の真相を知るために国境を越えようとしています。ちゃんと会ってしっかり目見て話したいんです。大事な話があるんです。